ホジュフ府。ホジュ府、ドイツ、語、ケーニヒスヒュッテ、は、ポーランド南部、シロンスク県にある都市。人口約11万4680人、2006年、面積約3 3 5 k ホジュ府は、カトビセの北西約 7km、上シロンスク工業地帯、の中心のラバ川沿いにあり。 220万人の人口を持つポーランド最大の大都市圏、上シロンスク都市圏連合の中央に位置している。1999年の大合併以前はカトビツ県に属していた。補助府はポーランド有数の大都市圏の中央にある。2007年にカトビツお及び隣接する都市組より形成された上シロンスク都市圏連合は、形成時点での人口が220万の ポーランドで最も大きい法的に認識された都市である。補助府の平均気温は摂氏7.9度、年間雨量は 723mm であり、弱い西風がよく吹く。補助府は、かつて、炭鉱、鉄鉱、化学、製造、エネルギー部門など広範囲の産業が立地する、ポーランド最大の経済地域、ウェシロンスク工業地域でも、 最も重要な都市の一つであった。しかし、重工業の工場の多くが数十年間にわたる、投資不足、及び1980年代以来の環境問題のため、ここ20年間でかなり縮小した。残る工場は、事業再構築され近代化された。ウェイシロンスク都市圏連合に属する10余りの都市の、間に挟まれた補助符の人口は減少気味である。 新しい工場の大部分が上シロンスク、都市圏連合の終焉部に立地する中、中心部の補助府はサービス業が発展している。失業率は高い2007年12月31日の12.6%が減少傾向にある。技術的に熟練した労働者が多い。県立文化ヨ科公園は、ポーランドでは広く知られる文化、スポーツの中心地で、 ヨーロッパ最大級の都市公園でもあり、補助符の面積の30%を占めている。シロンスクスタジアムは、サッカーポーランド代表のホームグラウンドで、国際的なサッカー大会や、その他の催しが開催される、二輪の大規模、レーススピードウェイ世界選手権を4回開催したほか、英米の人気バンドのコンサートも行われる。 ホジュフの町は1934年から1939年にかけて隣り合う4つの町が合併して形成された。合併したのは、ホジュフ、ホージュフ、クルレフスカフタ、クローレウスカフタ、ノベハイドキ、ナオハジェデューキー、ハイドキビエルキエ、ハジェデューキービエルキーの4つである。2007年、ホジュフは上、シレジア都市圏連合の一部となり、ポーランドにおいて、 制度上認められた最大規模の都市圏の一部を構成するようになった。ラテン語での故障レシレしや、サイリーナが新しい大都市圏の故障の有力な候補であった。補助符、ドイツ語では、ホルツオウ,ホウジューフの名前の由来は不明である。補助符は、1136年に、ローマ教皇インノケンテウス2世によって書かれた文献では、農民と銀細工士が住み、 二軒の宿屋のある村として、ズベルソフ、スバーソフあるいはズエルソフ、ズソブの名前で記されていたと考えられている。中世においてユートブイは同様に書かれていた。その他の地名として、1198年のエルサレム宗主教によって、エルサレム聖墳墓騎士団に与えられた土地として、記されていた、ゾッハム、コカムあるいはゾッハ、コカが補助符を示していると考えられる。 ついで、ホジュフは、ハレフ、チャレウ、カレブとして1257年に、ハジョフ、チャーソとして1292年に記されている。ハジョフはおそらくザハルイ、ザカリーという人名の短縮形、ハシュ、チャースに由来すると考えら、ハシュの地を意味している。初期の頃の名前にあった、A は、後に、現代の発音、O へと変化したと考えられる。今日、その村のあった場所は、 ホジュフスタルイ、ホージュフストリ、古いホジュフと呼ばれている。クルレフスカフタ、ドイツ語では、ケーニヒスヒュッテコニヒスヒューとは、産業と住宅の地域であり、ホジュフの南西に位置し、1797年以後、プロイセン王立炭鉱や王立鉄鉱所の周辺に広がったオチが元である。ポーランド人からは、クルレフスカフタ、クローレウスカフタ、ドイツ人からは、ケーニヒスヒュッテ、 コニヒスヒュートと呼ばれたが、その名称はいずれも、王立鉄工所を意味している。鉄工所が急速に発展したのに伴い、1868年に、市に昇格した。今日、この周辺は、セントルムと呼ばれる。ハイドキ、ドイツ語では、ハイドゥクハイドゥックの呼称は、おそらく、ドイツ語のアーラノを意味するゴディーハイで、ダイハイで、あるいは、ドイツ語及び、 ポーランド語の単語ハイドク、ポーンド語複数型で、ハジェデューキー、ドイツ語単数型では、ハイダックに由来していると考えられる。ポーランド語で、ハイドクビエルキエ、ハジェデューキーウィールキーとは、大、ハイドク、ノベハイドク、なおハジェデューキーとは、新、ハイドクを意味している。二つの存落は1903年に合併し、ビスマルク鉄工書にちなんで、ビスマルクヒュッテ、 ビズマークヒュートと名付けられた。国境が変動してからは、ビスマルクの名前は、氏名から外され、ポーランドのーバトルイ、ベトリに置き換えられた。今日、この地区は、ホジュフイコールバトルイ、ホージュフベトリと呼ばれる。12世紀、ホジュフ周辺を含むビトムの上司は、クラックフの州に属していたが、1179年に、カジミエシュ世によって、オポーレ公に与えられた。 この頃から、ホジュフの歴史はウエイシロンスク、オポーレ広告領の歴史と繋がっている。ホジュフの村で最も古い地域は、京ジュフスタリ、ホウジューフストリと呼ばれ、1257年以降、エルサレム製粉墓騎士団に属した。すでにこの時銀と鉛の鉱石が近くで採掘されており、その後は、鉄鉱石も採掘された。世紀以後の発展に関しては、 多くの文献がある。1327年以降、ピャスト朝の公爵によって支配されたウエシェロンスク、高領は、ボヘミアの大君主の地位を受けたが、ボヘミア時代が1490年以後は、オーストリアのハプスブルクに、1526年には、ポーランドのヤギエを朝に属するようになった。1742年、ホジュフを含む地域はオーストリア継承戦争で、 プロイセン王国のホーエンツォレルン家によって征服され、以後、補助フを含むウェイシレジアは、プロイセンの産業力向上に寄与した。プロシアと、その後のドイツによる、統治期間は、約180年間続いており、産業革命や急速な工業化の時期に重なっている。18世紀の終わり頃、地元の教会の牧師が歴世端の交渉を、発見したことから、新しい工業が、 ホジュフ地域で発達した。1791年から1797年には、プロイセン国営王立炭鉱、コパルニアクロル、コニヒスグルブ、後に何度か政治上の変化により解明されているが作られた。1799年に王立鉄鉱所、クローレウスカフタ、コニヒスヒュートで最初の先鉄が作られたが、これは当時、ヨーロッパ大陸でも、 先駆的な事業であった。鉄工所は1819年の時点では4台の溶鉱炉からなり、1400トンもの先鉄を生産した。1800年代には、現代のリンドグニア遠征錬所、リダグニアが新たに加えられた。鉄工所は1871年、持ち株会社ベリントクーニックス、ウント・ローレヒュート AGFR、バーベオウント・とテンビトリエブ社に買収され、製鉄所、 レール工場、工作所が新たに加えられた。1870年には白爵夫人、ローラ炭鉱が王立炭鉱の近くに開かれ、1913年から1914年の石炭の採掘量は1年につき100万トンまで増加した。1898年に火力発電所が建設されたが、これは1930年代頃には100メガワットの 発電量があったポーランドで最も大手の発電会社であった。今日でも、この発電所は、エルコとして稼働している。1915年、近くに、窒素化学工場、アバーシュレッシャスティクストフアーカ、オーベルシュレジシェスティクストフベルケが建設され、新発明の手法、ハーバー、ボッシュ法で、空気、水石炭から肥料と爆薬を作り出した。この工場は今日でも、 ザック・レイディ・エイゾアと社として動いている。新しい炭鉱と製鉄所の近くに集落が発展した。1797年以降、村落の一部は、ケーニヒス・ヒュッテ、コニヒ,ヒス・ヒュート、王立鉄鉱所。ポーランド語では、クルレフスカフタ・クローレウスカ・ヒュータと呼ばれていた。1846年、クルレフスカフタからシフィエント・フビツェやムイス・ビツェへの鉄道が、 1857年にビトムなどへの鉄道が1872年までにはシロンスク地方のすべての主要都市までの鉄道が開通した。クルエフスカフタは1868年にビトム軍に属する市に昇格し、1898年には軍から独立した。クルエフスカフタの人口は1870年に19500人で、 あったのが1910年には72,600人にもなり急速に増加していった。そのうち17,300人の労働者が工業1939年と同様の数に従事した。住民は大部分はシレジア語かドイツ語の和社であった。ホジュフやクルレフスカフタのちょうど南にあったハイドキビエルケハジェデュッキー・ウィールッキーの村では ビスマルク鉄工所、ビズマークヒュートが1872年に開業し、後にバトルイ鉄工所と呼ばれている。大きな石炭化学工場が1889年に稼働したが、これは後のポーランド領内でも初めての石炭化学工場であった。今日、この会社はザックレイィ・コキシケミックスンハジェリュッキー社として営業している。19世紀の終わり頃、ジュフでは、 ポーランド人のナショナリズムの再興が起こった。ポーランドドイツ両民族間の緊張状態は、カトリック対プロテスタントの宗教間対立、及び階級間の闘争とも混じり合った。カロル・ミャルカは1868年からクルレフスカフタで、カトリック、カッタリック紙を含むポーランド語の本や、新聞の発行人を務め、1879年以降は、 プラドニック・ゴズ・ポタースキーも発行している。彼は、ウェイシロンスク連合やウェイシロンスク農民連合などの政治組織の創設者でもあった。ユリウ・シュリゴンは、ポーランド人の活動家、詩人であった。第一次世界大戦、1914年から1918年の後、第二ポーランド共和国が1918年に独立を果たした。ウェイシロンスクの貴族をめぐる。 住民投票の結果の多くは親、ドイツ的なものであったが、3度にわたるシレジア放棄の後、ホジュフやクルレフスカフタを含むシロンスク東部はドイツから分離し、1922年にポーランドに割上された。多くの人々の流入がこれに続いた。その戦略的重要性のために、オーベルシュレジシェシュティックストフベルケツソ工場をめぐるドイツポーランド間の継承が起こり、 常設国際司法裁判所で4年にわたって争われた。1934年、補助フ・クルレフスカフタ、ノべハイドキの各庁は一つに統合され、人口8万1人の単一の自治体となった。最も古い地名であった補助フが、新しい市の名前に選ばれた。1939年、人口3万人のハイドキビエルキエも補助フへと合併した。 1920年代のドイツ・ポーランド間の貿易摩擦により陸上交易が止まり、当時国境の町であったホジュフの工業は1933年まで停滞した。1927年、フタピウス付き、フタピルスドスキーは、鉄道車用、トラム、橋の製造会社として分離された。今日この会社は、アルストムイコールコンスタル、アルストムコンスタルとして運営されている。 国立窒素化合物工場、パンズトイウィファブリカザワイジーズカオアズトウィッチは1933年に、タルヌフイコールモシチツェ、トルノモススにある同業の会社と合併した。1939年9月の第二次、世界大戦勃発の日、補助フはナチスドイツによって占領された。ポーランド武聖機軍、主にシレジア砲機を戦った老兵や、偵察兵は、 3日間もの間ドイツ正規軍に対し抵抗したが、後に大量処刑された。ポーランドの資産は没収され、補助符はドイツ領シュレジア、プロイセン州のうちのシュレジエン、1941年以後はオーバーシュレジエンに統合された。ウェイシロンスクの産業の存在は、ナチスドイツの戦争を支える柱の一つとされた。 いくつかの強制収容所が補助フに作られ、1944年から1945年にかけてアウシュビッツ強制収容所の2つの文書が建設された。補助フは1945年1月にソ連軍によって占領され、シレジア民族とドイツ民族の多くがその後迫害、追放された。第二次世界大戦後、補助フはポーランドに再統合された。 一般に、イギリスなど連合国からのシロンスクに対する空襲の難しさ。1945年1月に赤軍が行ったシロンスクに対する包囲攻撃、攻撃戦、軍需大臣、アルベルト・シュペアが、ヒトラーの命令したドイツ焦土化計画、ネロ命令を無視したことなどにより、補助符の工業は、第二次世界大戦において大きなダメージを受けなったと言われている。この地域は、 戦後のポーランド復興と工業化において、死活的に重要な役割を果たした。終戦後、産業は国有化され、1989年まで、ほとんど変化のないまま運営されたが、共産主義の終焉とともに、この地域は低迷を始めた。1989年以降、この地域は、重工業からより、多様な産業へと転換を図った。2007年には、 補助府は上ロンスク都市圏連合の一部となった。上ロンスク都市圏連合は地域内の緊密な連携、競争力の強化、インフラの整備を目的とした連続した複数の都市による有志連合である。戦後から現在までの間、この地域には数回にわたって人口流出の波が押し寄せた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。